Uber Eats と YouTube で稼いで人生を楽しもう。5時に起きれなかった。まあいいや。食べたらウバオンしますか。なんか今日も風強そうだな。5、6メートルってなってるけど、なんかそれ以上ありそう。こっちの方は8時15分になりました。さあ行きましょうか。今日もやっぱ風強いじゃん。嫌だね。今ね、まあ直前まで帽子かぶっていこうと思ったんだけど、もう風強いからやめました。帽子は首が持ってかれるから。いや風強いな。クエストを75-90 でやってます。月曜木曜でね、75-90なんで、今日はとりあえず25以上を目指します。おー、めっちゃ風強い。あーでも川は波立ってないな。昨日の川の方がやばかったな。なんとかね、夜8時ぐらいまでにね、25以上行けるといいね。やばい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 、うわー、やばいやばいやばい。あーでも帽子のつばがないとそこまで首持ってかれないね、風強くても。いやー、いや風強すぎでしょう。もう打たせん中走りづら。昨日まではね、結構ずっと鳴り続いてたから休憩する間もほとんどなかったけど、今日とかはね、まあ間に時間空いたらちょっと動画を編集進めていきましょう。朝ねやるつもりでいたけど、目覚まし1回ぐらいしかかけなかったから起きれなかったのかな。まあ生配信の次の日はきついっちゃきついね。12時以降起きてるからね。だいたい俺朝早く起きようとするときは10時か11時には寝てるから、12時過ぎに寝ちゃうとやっぱ5時ぐらいには起きんのつらいかな。歳ですね。
なんか台風が来るって話をね昨日の生配信で聞いてね、調べたら本当に一応そういうルートにはなってるっぽくてね、まあ、この時期に珍しいっちゃ珍しいけど、なんでね、まあ台風来たら俺は稼働するつもりはないんで、まあ、その時休むために今頑張っとこうかなって感じですね。それにしても本当風が強いな。今日はこういう予測じゃなかったのにな。一応天気予報を見ても 4,5 メートルって書いてあるんだけどね、このエリアの 4,5 メートルは結構な風だな。そして朝稼働お決まりのうっすら寒いっていうね。今日は、ズボン以外アディダスですね、靴はアディダスのスーパースターで、でこれは、上着てるねジャケットっていうか、まあジャージはアディダスのアルゼンチン代表のジャージですね。で防風素材のジャージです。だからちょっと熱はこもるんですけど、バイクだとちょうどいいかもしれないですね、今も走ってみて。でインナーに、昨日買ったねアディダスの T シャツ着てって感じですね。でマスクもアディダス。昨日ねゆっくりとねアディダスのアウトレット見れなかったから、まあ今日平日なんですげえ時間があったら、まあ今日じゃなくてもねもう一回ぐらいねちょっとアウトレットアディダス見たいですね、ゆっくりと。おー強い風が。お疲れ様です。竹石かな、はい、3、4キロコースかな。まあしゃあねえか。うわさすがにこれは初めてだな、この幕張の公園から今身も身に呼ばれた。分数出ねえし恐ろしいね。あまたなった。ローソンになりました。2軒目でローソン幕張にして、ローソンはねバイクで行くと相当回り込まなくちゃいけないんでね、一回竹石まで出なくちゃいけないもんね。竹石出てから幕張6丁目に入っていかないと。なんかいい道がありゃいいんだけどな。まあでも朝のならない時間だからしょうがない、行くか。
これで今度は畑町とかそういうところに飛ばされたら最悪だけど、なんか最近朝もスムーズにならないからね、こういうの取っていくしかねえな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。はい。お、マジか、スーパー短距離だ。ナイス、ここまで来た甲斐があったね。3軒目デニお疲れ様です、ウーバーイーツです。4軒目ローソン幕張駅にして、もうさっきでね、行き方分かったから楽だわ。っていうか今日さ、4軒なって4軒ともずっと線路越えなんだけど、無駄に時間と距離がかかる。ついてないな。まあでも4件になってくれたのはありがたいけどな。朝で線路越えめんどくさいんだよね、バイクだとね。お疲れ様です、ウーバーイーツです。よし、なった。5件目でスターバックス。今8日の中で編集してたわ。15分ぐらいならなかったわ。たまにこのノーヘル状態ができるのがミニカー登録のいいところですよね。ちゃんとか出てくるからマジ危ないんだけど、あんな危ない感じで開けるかね。ほんとあんまり、ほんと車のそばは走れませんな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。6軒目ロッテリア。2階になって今ロッテリア遠いピックバック。これでちょっとランチピーク入んないかな。こっからしばらく。お疲れ様です、ウーバーイーツです。
8軒目ロッテリア、ちょうどね今開幕で、近距離ドロップ近距離ピックみたいになった。これでロッテリアで飛ばされなきゃいけないんだけどね。お疲れ様です、ウーバーイーツです。いやめっちゃ遠いじゃん、住所不備、住所入れたらめっちゃ遠いパターン。ケミ川ウーバーイーツです、12時50分で9件で、今ね途中途中の待ち時間にね、動画の編集してたんだけど今終わった。さすがに書き出しはできねえだろうから、書き出してる間になっちゃうだろうから、まあ、帰ってから書き出してアップしましょう。このペースでやっていくしかないかな。あんまりね、もう夜遅くまで起きてると次の日の仕事がきついから、まあ、今日からね日曜までできるだけマックスで稼働して9万円ぐらい稼げたらいいなって思ってるからね。まあ台風次第だけどね、台風がいつ頃来るのか知らないけど、まあ、そんな感じでやるんで、編集はこういう空いた時間にやってこう。で待ってても幕張でならないね、本当に。せめてこのクリチキがダブルになりゃいいのに。お疲れ様です、ウーバーイーツです。いつも通り甘いの飲んじゃった。失敗したな、ちょっとだけならいいか。11軒目ロッテリア、止まりそうで止まらない、ギリギリな鳴り方だね。だいたい5分ぐらい待つとなる感じ。月曜だからな、今日いっぱいやっちゃいたいな。30近くまでやってみたいね今日。その方が後々楽になりそうだからね。30やったことないから30行ってみたいな。お疲れ様です、ウーバーイーツです。12軒目ロッテリア、っていうかもうロッテリアとしかマッチングしねえのがマジで。まあいいけど、今日はね全部早いロッテリア、対応もいいし、この調子だったら何の問題もない。他の店がなんないっつうのがちょっと不安だね。ねえ、なんでだろう。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ジュズって13軒目スキヤの幕張本郷店。お疲れ様です、ウーバーイーツです。
こう本郷で10った14軒目松屋まかり本郷店、順調ですね。いやでも今焦ったな、住所がね本郷までしか入ってなくて、で他の欄に住所が書いてあったから一応ね郵便番号を調べたらね書いてある郵便番号八つになってて、奈良市の、あれピンが本郷でなんで八つになってんだと思って電話したらやっぱ本郷だった、郵便番号間違いだった。お疲れ様です、ウーバーイーツです。ああ今公園で魚ちゃんと喋ってたら久しぶりに、なんとマックの溶化動画鳴るというね、やっと鳴ったよマックの溶化動画。でも今鳴らなくていいのに、まあでもいいや、今日はあれですね、調子いいですね。まだ2時40分ぐらいだから、まあ、3時までに15件行けた計算になるから相当いい状態ですね、このエリアでは。ああ久しぶりな感じがする。お疲れ様です、ウーバーイーツです。しばらく鳴らないと思ったけど10分ぐらい待ったら鳴ったぜ、スタ丼、16軒目スタ丼。お疲れ様です、ウーバーイーツです。また本郷、もう何回このパターンなんだ。
17軒目吉野家幕張店、もうちょっと早くなってくれだよ。今本郷から幕張に戻ってきたのに、またそっちが行かねえ。お疲れ様です、ウーバーイーツです。18軒目スシロー。いやー、これ大変そうだな。多分でっかいやつだな。3人前と1人前だから。まあでもこの時間ちょっと足らなそうだから行きますか。慎重に運ぼう。ちょうどね、スシロー行きやすい場所にいるから。お疲れ様です、ウーバーイーツです。はい、マジか、花咲きだ。いやー、怖いな。何も花咲きから、スシローともに、マジか。まあかなり慎重に行きます。危ないんでね。近くなるね、急に。ああ、やっとなった。1時間ぐらい待ったね。チャクン小籠包、この前行ったとこかな。そんな名前だったっけな。多分ロッテリアがある建物だと思うんだけどね。お店の裏口からお願いしますって書いてあるけど、あそこかな。裏口なんてあった。あ、お店の表口って書いてあるな。じゃあここかな。ウーバーイーツです。めっちゃ家の近くだ。ちょっと上着を変えておくかな。寒くなりそうだな。今日ね、上着置いてっちゃったんだよね。後ろのボックスの中から出して、カッパがあるからいいやって思ってたけど、カッパじゃ嫌だな、やっぱ。
ワンしちゃダメでしょ。なんでワンしちゃ。いた。パンダね。パンダでしょ今。スケボーのライン出してるからね。これはちょっとそのラインの服かどうかわかんないけど、グラフィックだけスケボーっていうだけで、靴はねいっぱい出してますからね、スケボーのシューズ。今19件だからあと6件以上はやりたいね。できれば今日ね27か28まで持ってきたいから、まあやれるまでやりましょう。9時ぐらいまで。今動画を撮り始めたらなった。オッケー。20件目かな。20件目でてんや。会費まかりて。お疲れ様です。ウーバーイーツです。ダメだね。夜全然なんないね。もうすぐ7時になっちゃうよ。ああ、クソ、ショック。前半順調だったのにね、夕方からだんだんダメになっちゃったね。時間1みたいな感じ。やばい、25すらやばくなってきた。マジ奇跡の打たせループかホテルループ始まってくるねと。あー、やっとなった。21軒目、クリスピーチキン&トマト。やばいな夜ほんと。お疲れ様です。ウバイツです。22軒目山電波。お疲れ様です。ウーバーイーツです。23軒目、ベイパークの銚子丸。いやーならねー、ほんと
れ様です。ウーバーイーツです。一応ジュズった。キャッスル。24件目。怖いな。夜の中華は飛ばされそうで。お疲れ様です。ウーバーイーツです。よし、ジュズった。まあ、本郷で。怖いけどな。25件目、松の屋。とりあえず25に達したか。これで飛ばされてもまあしょうがない。松野屋怖えな。牛丼系ならいいけどね、カツ系はね結構飛ばされるんだよね。まあいいや、まだもうちょっとやりたいからな。まだ鳴ってくれると嬉しいな。お疲れ様です。ウーバーイーツです。やつ行ったことねえよやつなんて。まあでもナビ見たら 3.4 キロだから距離的にはそんなでもないんだろう。ああ分かっちゃいたんだよ、カツを取るとこういうことになるって。およそ400メートル先左方向です。ああえらい目にあったやつ。遠いよやつ。いや最後の最後で、まあ戻りながらちょっとオンラインにしながら帰ってってなったら撮る感じで戻りましょう。こっちじゃもう撮んない、危ないから。さっき津田沼のマックとかなってたけど。なりました、26件目ロッテリア。お疲れ様です。ウーバーイーツです。引き割る花園、もう終わりじゃん。もう引き割る、そんな引きばっかだな。くそ、最後の2件がひどい。もう全然打たせとか絡んでくんの。ああ腹減った。もうすぐ9時ですね。まあいいや、もう花園周りで帰ろう。帰って風呂入って飯食ったらもう12時ぐらいになっちゃいそうだな。
がに寒くなってきたしな、冷えたね体が。この時間まで稼働するならやっぱ何かね、上に羽織るもん持ってこないとダメだな。明日以降風邪ひいちゃう。暑いなこのペース、時間かかりすぎだわ。今日なんて1回もダブル取れなかったのが良くないね。お疲れ様でした。また明日。